リンゴの横にしようかな。こっち右側にします。一撃3000枚で。一撃3000枚いいですね。うっしゃ。エベントマメ初ゴッド揃いです。あとはジャッジメント次第ですよね。もうそこはやっぱりいいのが出てきた父ちゃんに託したいと思います。負けてましたね。そうか、ゴッド見たらなあ、母ちゃん。ちょっと待って、待って、飲みに行こうか、こっちは。
それも青緑赤なんですけど、赤までいかないとなかなか当たらないです。¡Pero!
ちょっと俺の分も頼めよ、俺絶対ダメだもん。ちょっと本当に頑張らないと。もう、あの、6です、6。今度変わります。いや、今度頑張ります。ちょちょっと大丈夫って言ったじゃないですか。これ私のなんで。危なかった。え、危なかった。いやいや、大丈夫大丈夫です。全部ありました。でもなんか縁起でしょ、こうやってコリコリってやるの。え、こうやってつかないときにこうやって七瀬のバッグ、母ちゃんのバッグをこうやってコリコリコリってやると調子よくなるでしょ。いや、それ実際にいらっしゃるんで、前このバッグ触れたんで、来年で会いに来てくれる方がちょっとここ触らさせてもらっていいですかって言われる方いるんで、毎回このバッグにしてもうやめようかなと思ってこのバッグ、そろそろ引退時かなと思って。触り方がちょっと、ちょうだい。何よ、運を分けて、運を分けて。こっから出てるんですか。これ本当一回のごとぞろいだけだったらだいぶ不安な状況ですよ。さあ、2セット目が終わって1030枚です。さあ、大丈夫大丈夫、行きます。パパパッと行きます。嘘でしょ、嘘でしょ、まずい、どうしましょう。犬犬犬、50、60的な。なんでちょっとゴトゾロイは引けたんですけど、その後のジャッジメントがよくよろしくないと、ナラスがよろしくないぞということで、残りの3セットはコツさんに委ねようかなと思います。嘘でしょ、せっかくのチャンスだったのに。私ゴト1回分やったんですけど、50、60、60だったじゃないですか。お前出てくるよ。いや、父ちゃんがここから変わって、ここから変わったってしまえよ。いや、分かる、流れが変わる、流れが変わる。待ってんだよ、ほら、行けよ、お前。自分の草自分で拭けよ、ほら。また、また、ほーって。次はさすがに違うのに行くだろ。そうですよね、3回もうね。じゃあもし犬が出るかどうするの。お前犬が出るかゴシゴシやろ。いや、じゃあやれよ、ほらやれよ、ほら。怖い。お便りコーナーのお時間です。今回も本当に多かったです。めちゃくちゃ来ました。なんすかね。で、長文でしかも来てるんで、だからみんなこのコーナー結構いいコーナーだって思ってくださってるのかもしれません。時期的にあれかもしれないですよ。ちょっと悩む頃合いなのかもしれないですよ。あ、そうですね。寒い時期ってあんま悩まないじゃないですか。うん、寒い季節はね、どうしても一人ぼっちの寂しさとか、あの、要は暗い部屋でこう寒くこうぐーってやってどうしても ね考えちゃうと思いますもんね。我々も言っちゃいますんでね。本当に。じゃあお悩みを解消してあげましょう。はい、はい、じゃあいきます。最近いい感
感じになってきている男性がいます。あ、女性の方ですね、はい、いい人なのですが自分にはしっくりこず付き合うに至らない感じなんです。ですが周りからはいい人だから付き合ってみたらと言われ困っています。とりあえず付き合ってみるべきですかアドバイスお願いします。それはやっぱ女性なんで、うん、母ちゃんじゃないですか。え、私ですか。私はそういう場合は3回ぐらいご飯行って、うん、やっぱダメだなと思ったら生理的に受け付けないわけじゃないですか、うん、だからもうなしだと思います。3回ご飯行ってダメだったらもうなしってことです。それはまだそのダメかダメじゃないかっていうのは何で判断するの。そのご飯を行く上でご飯行って、もう生理的なんで会話が弾まないとか魅力を感じないとかいう人だったらもうあーないなって。例えば収入が良かったりとかなんか面白いことを言えると思っても会話のキャッチボールが成り立たなかったら私はその時点でないなって思います。そうですね。え、真面目？いやいやいや、いいじゃないですか、真面目にしてる、うん、俺ね、その逆にじゃあ男からそのまあ女性にどう判断されるか分かんないですが、はい、一番気をつけたいのは俺はですよ、2人で行くじゃないですか、うん、まあ別に慣れた人だったりですけど初対面とかそれに近い人と対面に座って俺全く会話できないんですよ。え？テーブルでよくテーブルですかカウンターですかって言われるんですよ、はい、俺テーブルダメなの。何も喋らなかった顔見てって。え、カウンターでって言うんですか。だからカウンターの方がいいです。要は並びでだから4人掛けでこうだったら横の方がいいです。いやこれ、ね、結構重要なんで男性は覚えてた方がいいです。俺はですよ、だ多分対面の方が話しやすいって人もいると思うんですけど、うん、俺はダメなんですよ。なんでですか。どっちかっていうとその対面に案内されがちじゃないですか。うんうん、そうですね。だいたい俺も全然喋る。みんなそっちの方がいい派ですよ。なんなら立ち食いそばの方がいいです ね。もう究極言えばってことですか。結構それってあるんですよ。でね、目を見て話すのが嫌ってことですか。だから俺こトークでもこうだから話すんですよ、うん、こうじゃないですか。これがあのテレビの常識でこう話せって言われたら、うん、俺多分話せないですね、あんま顔見ながらとか。そうなんですね。そうです。結構そこもしかしたらその対面にいると話せないとか、うん、話がこう出てこないっていうとこう横に並ぶと出てくる。だバーとか俺もうあ最適なんですね。もうちょっと暗いし俺のホームです。俺のちょっと下バックぐらいのホームですよ。っていうのがあるんでちょっとそこね気にしてみるともしかしたらうまくいかないものがいったりするかもしれないよっていう。あ、男からのアドバイスですね。男性側はアドバイス。結局はどうするんですかね。まあ男からだとね、うん、まあとりあえず一回やっとけよって話なんだよね。いや、だって、他もろもろ合わないでそこだけ合うとかっていう可能性もあるじゃん、うん、めちゃめちゃ合うとかっていう。え、もし逆にですよ、はい、この人めっちゃ好きって思って、うん、でもそっちがダメだった時どうします。そっちの方が悩みますよ。だってあんま興味ないでしょ。え、興味ないからこそ大事なんじゃないですか。え、興味ないからどうでもいいんじゃないの。いやいやいや、その、ね、1年に1回するかしないかだってするじゃないですか、うん、その1回がスペシャルなものであってほしいじゃないですか。朝1年に1回しかしないですか。いや、もしですよ、例えばの話です。で、私はそれぐらいでいい、それぐらいでいい。本当にそれぐらいでいい。すごい押し返してきたね。ちゃんとそれぐらいでいいです、うん、アベレージは現時点いや、大体いや、もう本当に私まだあれなんで、未経験なんで。何ですか。あるですか。ちゃう本当もういろんな人が見てるからおっしゃ見聞いてたってめっちゃもらうじゃないですか。そしてそういうですね、まあまあ、だからまあいろいろ試してみなさいって話ですよね。とりあえずそうですね、ご飯行ってみたり、多分人がね、うん、他の人が友達じゃないのに勧めてくるってことはなんか理由があるんですよ、うん、まあまあちょっと行ってみてもいいじゃないですか。そうですね、はい、一回チャレンジしてご飯でもなんなりと行ってみてはどうでしょうか。バーがいいです。やばい誰がもういいって言ったから飛んで飛ぶんだ。ジャンバリフリーマガジン九州版が2017年1月27日に登場します。イエーイ。ホール情報やジャンバリの番組情報、グラビア、
目下吉田さんの書き下ろしコラムなどなどお得な情報が盛りだくさん。え、てか皆さん俺たちのこと知っとうと？フリーマガジンに載っとうけん。え、それ今日持ってきとうと？持ってきてんの？ファイ